日記帳私は5年ほど前から日記を毎日書いている日記帳は1冊で366ページ1ページに5年分のその日付の記録を書けるようになっている例えば4月9日のページを書いている時は去年おととし その前の4月9日の記録も同時に見ることができる。半年より少し前、深夜に日記を書いているとき、ふと目についた3年前の記録に違和感があることに気づいた。記録の一部がボールペンか何かでぐちゃぐちゃに塗りつぶされていたのだ。一部といっても一単語程度で、 文脈から友達 T の名前が書かれていたことが分かった。その友達は2ヶ月に一度の頻度で遊びに行く程度には交流があり、数週間後には複数人で会う約束をしていた。そして半年前、2ヶ月ぶりに会った T はひどくやつれていた。本人は元気だと言い張っていたが、 ただごとではないと私たちが事情を問いただすと T は近頃あまり家に帰れていないのだと話し始めた T はもう働いていたため仕事の繁盛で残業が続いているのかと思ったがどうやらそうではないようだった数週間ほど前から仕事が終わって家に向かっているとマンションの4階にある自分の部屋の前に 知らない男性がいるのが見えるのだという。頻度としては、一週間に三、四日ほど。部屋のドアに両手を当て、覗き穴に顔を近づけているそうだ。不気味に思った T は、最初こそ警察に連絡したのだが、警察が駆けつけた時には、すでにいなくなっていたのだという。そういったことが連日続いたため、 それからは帰宅の際、遠くから男が見えたら、インターネット喫茶で一晩明かし、早朝に着替えをして会社に向かっているらしい。どうやら男がいるのは、決まって夕方から夜の間なのだそうだ。しかし一度、日曜日の夜に家で過ごしているとき、不安になって、扉の覗き穴から外を見たところ、塞がれたように真っ暗で何も見えなかったらしく、 それからは家にいても落ち着かないためほとんど外出をしているそうだったその話を聞きその日の夜に私ともう一人の友達 A で T の家に泊まることになった私と A は着替えなどを持っていくため一度帰宅した私が自宅に着き着替えを入れるためのリュックを出そうと押し入れを開けた時 奇妙に凹んだ布団の上に、見知らぬペンが置いてあるのに気がついた。私は先日の日記のことを思い出し、着替えと日記をリュックに詰めて足早に家を出た。その日、T の家で一晩明かしたものの、結局その男性が現れることはなかった。それと、私の日記のことを二人に話した。 t の名前が塗りつぶされていること、私の部屋の押し入れに見知らぬペンがあり、気のせいかもしれないが、人のいた痕跡があったこと。その場で日記を二人に見せたのだが、日記に書かれている他のページの t の名前がすべて塗りつぶされていた。昨日書いた t と遊びに行くという部分すらも、 A からは私と T の二人へお祓いに行くよう言われ次の週に予定した。T の家から帰宅し私は部屋のありさまに驚いた。泥棒が入ったかのように荒らされていたのだ。引き出しの中身は乱雑に出され本棚はひっくり返っていた。 通帳や銀行員の入っている金庫や押し入れの中の布団まで投げ出されていたため、私はすぐに警察に連絡した。結果何も盗まれてはいなかったが、あのボールペンだけは見つからなかった。次の日、予定を繰り上げて私と T はお祓いへ行き、それから不可思議な出来事はなくなった。部屋に侵入した者は、 私の日記を探していたのではないかと思う。